アトリエで制作中のアドリア,アンファン、オスターデの自画像、1663年。洋画家、小磯良平アトリエ、日本画家木島桜谷アトリエアトリエ、工房とは、画家、美術家、工芸家、建築家などの芸術家が仕事を行うための専用の作業場のこと。また、その工房を拠点とする芸術家集団を指して、アトリエと呼ぶこともある。英語では、 スタジオと呼ばれる。15世紀以降、多数の注文を受けて、社会的に成功した画家や彫刻家は、弟子たちと共に作業をする、大きな工房を構えた。大人数が、大きな作品の制作のために働くには、作業スペース、材料、道具置き場、制作中や制作後の作品置き場などが必要であり、作品をよく見て作るために、 光の差し込む大きな窓も必要であった。今日でも美術家のアトリエは必要な機材や材料を置くため、また大きな作品を制作するために広くて天井の大きな明るい空間であることが重要である。最も資金力のない若い画家などは大都市の中心で大きな部屋は借りられないため、廃工場や廃倉庫のロフトを 格安で手に入れ再利用したり、農村部の納屋などを使うこともある。都市郊外の家賃が安い地区や、都心に、地界が衰退した地区など、アトリエの手に入れやすい地区は、歴史的に芸術課外となりやすい。建築分野では建築設計事務所を、ゼネコン設計部、ハウスメーカー、組織系建築設計事務所、アトリエ系建築設計事務所と分類することがある。 このうちアトリエ系建築設計事務所とは、一人の建築家を中心とした建築設計事務所を指し、組織系建築設計事務所と比較して述べられ、建築家の個性と理念を強く反映した設計が行われる。通常、アトリエ事務所の主催が建築家と呼ばれ、建築家はもちろん、スタッフの建築設計関連の資格は保有していることが一般的である。 アトリエ事務所は、作家性、作品源を追求し、妥協なくより良い作品を作るのが、一般的な方針で、衣装設計能力が重視される。このほかデザイン分野の小規模な事業者、事務所で、創作活動の場、という意味で、アトリエという名称を使用している場合もある。また造園や、ランドスケープデザイン分野や、 アーバンデザイン業務を中心とした都市計画コンサルタントで小規模な場合もアトリエ事務所を指すことがある。ありがとうございます。